はい、皆様新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ミッキーです。ありがとうございます。今日はね、2024年一発目の動画ということでスタッフレイヤーと勝負したいと思うんですけども、はい、1レーンしかないんですよね、今日使えるレーンが、ね。はい、いつもなら対戦動画撮ってるんですけど、今日はねストライク5本選手勝負でいいですか。任せてください、まあ、僕はハンデとして4個で、あ、ダメですね。2024年初っ端からそんなこっそいことを考えてると、はい、ダメなんで。で、罰ゲームじゃないですけど、残したピンをミスると1個減るということで、はい、5個になるか6個になるか分かりませんけどね。ミスればミスるとマイナスになっていくんで、はい、相手がピン残った時はミスることを願いながらの勝負ということで。まあまあまあ、残さないんで、ここ全部いくんで。さようでございます。任せてください。はい、わかりました。はい、では、多分7回ぐらいいかなあかんと思いますね。はい、ということで、今日は1番レーン使うんですけども、まあ、新年、もう1月のメンテナンス40フィートでやっております、はい。はい、今日はね、クリーニングしてきたレーンなんで、ちょっと難しいよ、最初は。難しい。はい、じゃあ、先行後行きましょう。最初はグッ、ジャンケン、ホイ。先行、当然先行です。はい、ということで頑張っていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします、はい、それではご覧ください、どうぞ。はい、じゃあ先行水谷任せて40フィートボールは大好きクリプトブームです。はい、いやー出てほしいな。先手必勝、先手必勝。まあ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 、続いていかんとな。まず1個ね、僕あとは4回で終わりなんで、もう立つ位置分かったんで、もう余裕。ちょっとでもプレッシャーを与えやんと。よし、ドンマイ。いや、おかしい、おかしい、ドンマイ。なんか余裕、よしよし、自信満々ですね。せっこいわ。いやいやいや、ぴったりゴーストパール持ってきやがって。いいボールですよ。ミサイボールにはゴーストパールらしいですよ。はい、まあ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 、今のところタイです。とりあえず残しておきましょう。新年今のところストライク 100%。 あ、そうですね、間違いない。残しておきます。嫌です、残したくない。あかんて、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 あかんて。おおおお、危なー、出すぎた。おかしいなー。2勝ちゃうわ、2個目。2個目。まあ、まあ、このボールでいいんですか。大丈夫です。大丈夫です。このボールがいいです。いいの、このボールがいい。遠慮せんでいいよ。いや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 、いや、出すぎたやろ、出すぎたやろ。リードリード、取れるかな、取れるかな、あれ取れるかな。任せてください。ミスれ、ミスれ、ミスれ。あれ40フィートやろ。あ、そうですね。まあ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 、え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 、惜しい、ちょっとなんか危なかったな今。惜しい。いやー、もうちょっと回ると思ったのにな。さあ2対1ですね、今2対1。まあそろそろ優しい水大プロならね。いやいや、このボール今どうするか。100パーやから。そうですね、はい、ボールや。このボールちょっとね、たくさん仕入れたんで裏なあかんから肘なんです。なるほど、2ボールですから皆さん買ってくださいね。あれちょっといいんじゃない、このボール。おかしいな。もう姫路プロ優勝ボールやから、僕ちょっと、ま、姫路プロが乗り移ったんで。なるほどね、姫路浦和のハイバック投法が、ハイバック乗り移りました僕に。はい、3勝3勝ちゃまた間違えた。3個、いやもう時間の問題ですね僕は。よし、とりあえず、とりあえずこれミスは知らんよ。これ割ったりしたらもうしゃれならない。いやいやいや、ストライク。ピザイボールね、1月になってね、ニューピンなんですよこれ。倒れないんですよニューピンが。今の中
普通のピンやったらポッて倒れてるよね、今のはね。ちょっと滑っただけっていう。お、取れた？遠慮せんでええのに。はい、ということで3対1になりました。一回ちょっと門松行きましょう。いやいやいや、お正月やから。お正月もう過ぎたもん。お正月やから、まあちょっと余裕をかまして、余裕をかましてボール変えちゃおうかな。危ねえ。通天になったらどうしようかと思った。惜しいな、惜しいな。いざとなったらもっと戻しますからボール。今日はなぜかね、ブランズイックな気分なんで、今日ボールブランズイックなんで。オールブランズ。はい、余裕余裕。さすがに2番ピンは。クリップはクリップとはちょっともう今年ストライク 100% で終わりたいんだ。ああ、なるほど。ストライク 100% で終わりました。よし。そろそろ。今3対1。このまま多分3対0になる気がするな。いやいやいや。3対2になりました。よし、どうぞ。レイヤ君の素晴らしい投球をどうぞ。はい、リリースうまいんだ彼は。あ、こっちでしょ。ああ、こっちこっちこっち。どうぞ。アジャストの神やで。吉田プロから称号を。あ、称号をいただきましたか。あの、ゴートじゃない、ペーパーの方の神ですけど、ペーパーはい、アジャストの神です。危ない、やってもたと思った。あー、惜しいな。ちょっと取れるかな。40フィートやっぱり中曲がるね。曲がる、曲がるね。気をつけてください、曲がりますよ、曲がりますよ。ポケット行ってた方のボールでいきます。あぶねー、惜しいな。なんかむちゃくちゃ剛速球やったな今。やばい、これストライクで並ばれる。これストライク出たボールチェンジやぞ。よし、ちょっとならならいい勝負にしやんとな。あー、ちょっとまずいなこれは。あらマジか。日頃の行いですね。はい、悲しいな。日頃の行いが結果に出てますよこれは。良すぎて日頃の行いが、これ2投目で結果が分かる。これ日頃の行いで出ますよ2投目も。2投目、じゃあこれは取れるな、余裕で取れる。笑いの神降臨しましたね今ね。マジか。おっとおっと日頃の行い日頃の行いいいんですってこれで。あれ、おかしいな。レイヤ君2024年だった途端に先輩を立てるということを覚えたらしいですよ。いや、3-1に減りましたこのルールの面白いところを最大限に引き出してくれる。おかしいな。さあ、もうじゃあ畳みかけに行きましょう。リーチ出ましたよ。あのボール 100%、 100%ストライク 100% もいいな。
ちなみにライノは今とこ 0% いいんですか 0% で最後は。いや分かりました、 100% のまま残しておきたいこの動画で。あー出てったせこない、今のせこない、日頃の行い、日頃の行い、日頃がない、人生アジャストできる機能を持っているらしいさあじゃあ、マイナス1回合わせて 4-2 になりましたね。はい、ということで僕はもう畳みかけに行きます。これで2回も失敗したからもう3度目の正直よ、3度目の正直。あれ取るし、あっ取るし、まだまだ優しい水谷プロ、結構まあ自信あったしまだまだ僕はライノの使い手には慣れてないみたいで、減らせれないんで、減らせれない。いやいや、いいですよ、減らしてください。はい、バックアップ禁止令がそろそろ出そうですね。はい、3-2に減ってしまいました。まだまだチャンスある、チャンスだ。やばい、まさかのもう終わるはずやったのに。よし、もう 尺的に十分やったのにさあ 3-1 になるかな。いやいやいや、もうさあ並びました。よし、並んじゃいました。これはもう 100% ボール出すしかない、これは負けれない。なんかまるで台本があるかのような展開ですよこれ。100% やけど、あれさすが 100%、はい、100% ですけど、 100% ボール、今打ち店やもん1月レーン簡単かもね、これあの辺に向けとけばいいんちゃうな、とりあえず大体ライノじゃなければ、ライノじゃなければ、ライノは違う時使いましょうライノエボールやからな、エボールやエボールやで、リーチです。そう、よし、道できてるやん、道できてる、これもう、もう途切れた方が負けってことやな。そうですね、そういうことや、今からもう、ね、もう途切れた方が負けや、俺プロやもん俺プロや、ね、俺プロ、ゼロパーで終わるのはね、さすがに。そう、そう、思い切って右に寄ります、大外、寄りすぎた外に、あ、寄りすぎたやばい、よしよし、任せてください、任せてください、やるな、これでストライクで、やカンタム、いいボール、前回ね、レイヤ君とカンタム対決して、そうですね、彼はこのボールで結果を残せてないので、ここで一発出してくれると思います。一発行かせていただきます。タツジ12枚ぐらい寄った方がいいです。いや大丈夫です、大丈夫、アドバイスしたの、あらー、あー
あれもうこう決まればお互いあれやね、ラインよとガンダムですぐ出たら勝負ありにしよう。そうしましょう。もうボールの評価が下がってしまう。これはまずい。このままではダメだ。これはまずい。取れる？惜しいな。はい、もう見てるとそろそろ飽きてきたんちゃうかなっていうぐらい長なってきましたんで、もうこれで決めましょう。そうですね、そろそろ、はい、あまり長すぎると僕の編集の時間までかかってしまう。よし、いきますよ。新年早々ダラダラした動画は嫌だ。しかも天秤、練習してない天秤が持った。あ、これミスター致命傷や。余裕。ちょっと T ゾーン曲がるからちょっと心配やったけど、大丈夫です。しっかりパー投げてきました。そろそろ決めたい。そろそろ止めちゃうの？そんな先ポケットいてないのにそんな偉そうなこと言えんの？大丈夫です。もう次ぐらいか笑うで。ちょっとありそうやから嫌やの。そう蹴ったよ。もう特別ルール、もうこれ取ったら勝つにしてあげよう。いいんですか？ミスター3になるだけやから。ちょっと酔ってる。やっぱね、今月ボール選ばなあかんわ、これちょっときついですね、はい、もう見ての通りでしょ。アウボールないと全部ストライクやのに。アウアンボールストライクならへん。おお、惜しい惜しい。はい、もう4対3なんで、もうええ加減、はい、もうそろそろあのインドを渡したいと思います。もういい感じに、はい、パンっていうストライク見せてください。パンっていうストライク、はいね、思ってないストライクやったけど、はい、ということで長くうだうだやってしまいましたね。はい、今年もどうなることやなという感じですけども、はい、今年もね、こうやって1年間またレイヤ君と共に何回か勝負していきたいと思いますのでね、はい、引き続き、ご視聴いただければと思います。よろしくお願いしま す。はい、ということで今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日の内容面白かったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております、はい、またこの2人ね投げてますので、サイボールにぜひ遊びに来てください。はい、今年ね、2024年も皆さん楽しい1年にしましょう。ありがとうございました。バイバイ。